ニュースマグビです。マリエさんの発言で波紋を広げている芸能界の枕営業問題。最近では声優業界でも同様の問題が起きているという指摘があります。関係者によると、あるテレビ局のアニメが決まった際に、音響制作会社のお偉いさんから、他の声優は体の関係込みでやってるよ、奴隷にもならないで他人の金で仕事もらうって調子に乗ってない?と露骨な連絡が来ていたそうです。その声優さんは戸惑いながらも、なんとかやり過ごしたと言っていましたとのこと。これ以外にも、仕事を発注したら体の関係になれるのが当たり前と思っている人間は珍しくないとの声もあります。ニュースマグビ